皆さん、こんにちは。ボートレーサーの平均年収は1700万円と言われています。その中でも、SG などを走る一握りのトップレーサーは、年間1億以上を稼いでいる夢のある仕事です。では、こういった億を稼ぐ選手たちは、一体どういったことにお金を使っているのでしょうか。今回はボートレーサーの賞金の使い道についてご紹介していきます。ボートレーサー全体の平均年収は1700万円と言われていますが、選手の実力や成績によって獲得賞金などが大きく変わってきます。上位 20% の選手しか行けない A1 級はなんと平均年収3000万円。年収3000万円を稼ぐ方は日本の全労働人口の 0.3% 前後となっています。そして一番階級の低い B2 級では500万円、正社員の年収中央値は400万円なので高い方ではありますが、ボートレーサーは地方へ行く際の交通費などは全て自費となっているためかなり苦しいのだとか。レースごとの賞金を見ても SG ボートレースグランプリの優勝賞金額は1億1000万円、 SG 競争は1800万から4000万円、G1 競争は580万から1600万円となっています。平均にすると上と下ですごい差があるため、このような平均年収になっているのです。ではトップレーサーはその膨大な賞金をどう使っているのでしょうか。平本雅幸選手はランボルギーニのウルスを購入したと語っていました。なんとその額は3000万円以上。名古屋オートトレンドという車のイベントに平本雅幸選手の愛車が展示されるほど注目を浴びているようです。また生涯賞金40億を超えるほど稼いでいる松井茂選手、なんとプール付きの大豪邸に住んでいるようです。いろんな選手などを呼んでパーティーなどをしていることもあるようで、 SNS には多くの写真が上がっています。さらにおしゃれなおじさまとして話題の松井茂選手は高級ブランドベルルッティの靴を好んでいます。一足30万円以上もするベルルッティの靴を30足以上持ってるのだとか。この靴は験担ぎにもしていて、優勝戦や大事な試合の日に必ず履く靴等の履き分けをしているそうです。車が好きなのも有名で、アルファロメオやベンツを所有しています。選手としても一流で、プライベートでも最高にかっこいいですよね。プールといえば原田幸也選手も自宅にプールがあることで有名です。原田幸也選手が出演したボートの時間という番組では自慢の豪邸を披露。自宅にはプールがついていて、なんと部屋から直接プールに出られる仕様に。プールの向こう側にはオーシャンビューが広がっていて、オリオンビールを飲みながらプールに浮かんでリラックスしているそうです。2018年には原田幸也選手の豪邸でボートレーサーが集まりパーティーを開催。ニコニコ生放送ではその様子が放送されてボートレースファンを楽しませていました。引退後には沖縄の海を見ながら過ごしたいと語るほど沖縄好きな原田幸也選手、現役を60歳まで続けると言っていたので、今後も豪邸でリラックスしながら活躍してほしいですね。そして2018年、2020年賞金王の峰竜太選手、初めてグランプリを勝った時は車を買ったそうです。その車とはベンツのゲレンデ、色は特別仕様でマットブラックなのだとか。しかし峰竜太選手はあまり運転はしていません。すごく車が好きというわけではなく、一目惚れで買っちゃいました。大体はガレージに置いたまま、日頃はハイエースに乗っていますと明かしています。さらに2020年グランプリで優勝した際には優勝賞金1億円の使い道を公開していました。その使い道とは別宅、パーティールーム兼ゲストハウスを一括払いしたとのこと。豪華な別宅のイラスト写真をインスタグラムに貼り、さらにグランドピアノ、大型プロジェクター、大浴場、駐車場5台などのハッシュタグも添えていました。またずば抜けたターンの技術を持つ茅原優希選手は
2014年12月平和島で行われた SG 第29回ボートレースグランプリで優勝し、表彰式のインタビューで優勝賞金1億円の使い道を聞かれた際に、ランボルギーニと即答。その後奥様とも相談し、無事ランボルギーニを手に入れたみたいです。茅原優希選手は、ボートレーサーが良い車に乗っている姿を見たことが憧れを抱いた一つの理由だったそうです。当時の茅原優希選手のようにかっこいい車に乗るボートレーサーを見て、選手を目指す子供に夢を与えたいとも話しています。自分の夢を形にし、未来のボートレーサーにまで夢を与える茅原優希選手はとてもかっこいいですね。 SG G1 で通算20勝以上している大スターの池田浩二選手も、車にお金をかけているようです。愛車は3000万円以上はするであろう、フェラーリ 599GTB フィオラノやマクラーレンといった最高級スポーツカー、またキャデラックを所有している情報もちらほら。どの愛車も田舎だったら一戸建てを買えちゃう価格です。おそらく現金一括でしょうし、それだけ活躍されているということがわかりますね。女性から絶大の人気を誇るイケメンレーサーの篠崎仁志選手もかっこいい車に乗っています。愛車はフェラーリポルトフィーノ、説明するまでもない高級スポーツカーですが、推定価格は3000万円オーバーとなっています。兄である篠崎仁志選手も愛車があるようで、乗っている車はマセラティグランツーリズモ、値段は新車でなんと2000万円以上。兄弟揃って夢のある使い道ですよね。またトートのエースと呼ばれる浜野谷健吾選手、親から競艇選手になったらいい車に乗れるよと勧められたことが競艇選手になったきっかけだと明かしています。高収入が得られることをいい車に例えた進言だったようです。そして親の進言通り、ボートレーサーとして輝かしい活躍をしている浜野谷健吾選手はベントレーコンチネンタルに乗っているようです。ただネット上を探しても情報源に乏しく、事実でない可能性もあります。間違いなく所有しているのは本人のフェイスブックに公開されていたジープですが、どちらにしても良い車に乗っていますね。これまでに SG を何度も制覇してきた井口義則選手も車にお金を使っているようです。井口義則選手の愛車はフェラーリ458とポルシェマカン。井口義則選手自身は SNS をやってないのですが、知人西岡俊明さんのブログに公開されていました。サイドカーがポルシェということで、かなり活躍されていることがわかりますね。生涯獲得賞金額2位の今村豊元選手は、もともとあった一軒家を取り壊し平屋を作ったそうですが、他の選手とは違いプールなどはつけずに和の大豪邸を建てました。庭は日本庭園のようになっており、なんとこの石は自分で選んだようで、庭の手入れも自分でしているのだとか。今までご紹介してきた豪邸とは全く違う毛並みですが、とてつもなくお金がかかっているのがよくわかりますね。他にも家の中には人間国宝が作った陶器や野球の王貞治氏のサイン入りユニフォームなどを宝たっぷり。好きなことに好きなだけお金を使えるということがボートレーサーの魅力かもしれませんね。さて、車や家などにお金を使っている選手も多い中で、寄付をしている選手もいます。第一線で活躍する森田俊介選手は2015年にボートレース浜名湖で行われた SG ボートレースダービーの優勝賞金3500万円を全て東日本大震災の復興支援に寄付しました。苦労に苦労を重ねて手にした3500万円もの大金を全て寄付したという事例はほとんどなく、ボートレース界のみならず多くのスポーツファンを驚かせました。東日本大震災後、自身がボランティアで現地に行った際に怖くて何もできずに帰ってしまったという森田俊介選手。そのことがきっかけとなり、次の SG 優勝したら全額寄付すると決めたとのこと。森田俊介選手自身はそれほどお金に頓着していないと言いますが、ある種の豪傑で太っ腹な気風を感じさせますね。また
2022年に SG ボートレースダービーで優勝した馬場吉也選手は滋賀県に100万円の寄付を行いました。馬場吉也選手はレーサーとしての自分があるのは琵琶湖にある琵琶湖ボート場のおかげ、自分なりの形で琵琶湖の環境保全と子育て支援に役立ててもらおうと思って寄付をさせてもらいました。今後もまた貢献できたらいいと思いますとコメント。馬場吉也選手は以前も新型コロナウイルス感染拡大防止で日本財団へ寄付していました。優勝賞金の一部を寄付に使ってくれる優しさに魅力を感じますね。また広島支部で活躍する山口剛選手は広島県大竹市と広島県廿日市市にそれぞれ100万円ずつ寄付したことがニュースとなりました。選手生活20年を迎え、選手として育てていただいたボートレース宮島に恩返しがしたい思いで寄付させていただきましたと話した山口剛選手。他にも何度か寄付をしているそうで、人柄がにじみ出ていますね。また SG で活躍し続けている宇須島誠選手は様々な地域へ寄付をしています。日本財団が設立した災害復興特別基金は集まった寄付金を適切に分配し、自然災害の被害を受けた被災地の復興に役立てるための基金です。宇須島誠選手はこの基金に定期的な寄付を続けていました。賞金が入るたびに実施していたというので、億を稼いだこともある宇須島誠選手なら相当な額になったでしょう。その結果、宇須島誠選手は長年の寄付による紺綬褒章を受賞。紺綬褒章の受賞要件が500万円以上の寄付であることからも、多額の賞金を寄付し続けていたのは明白です。紺綬褒章を授与された際、頑張っていい結果を出し、それを被災者に寄り添って活動している人たちへの活動資金として寄付することはできると思い、レースに参戦している、今後も皆さんに元気を届けられるようなレースをしたいと話していた宇須島誠選手。バイクもお好きなようで、調べてみるとハーレー2台、 250cc のオフロード、 150cc のビッグスクーター、 125cc の競技専用モトクロス電気スクーターを所持していることが分かりました。さすがトップレーサーですね。レーサータイプやネイキッドタイプが好きなようですが、ゆっくり走れるバイクをよく乗るのだとか。そしてバイク好きということが競艇以外の世界にも知れ渡り、2018年に鈴鹿8体 SST クラスに参戦する元マップサプライの総監督にも就任。ライダーサポートピットクルーが年末のグランプリ並みの気合の入り方でかなり緊張したとか。趣味も充実させつつ多額の寄付もできてしまう宇須島誠選手の実力には驚きますね。さらに瓜生正義選手も紺綬褒章を受賞したことのある一人です。瓜生正義選手はこれまでに被災地支援や新型コロナウイルス感染症対策などに対してボートレースの賞金の一部を寄付してきました。2022年に受賞した際は公益財団法人日本財団夢の奨学金に寄付した功績が認められての受賞となりました。受賞した際、瓜生正義選手は以下のようにコメントしています。ボートレースのファンの中にはありがたいことにボートレーサーになることが夢だと言い、夢に向かって努力している子供がいます。一方で誰もが自由に抱いていいはずの夢を過ごしてきた環境により諦めざるを得ない子供たちも数多く存在すると知り胸が痛みました。そして自分が受けた恩を未来に還元していくために子供たちの夢を支援したいと考え、今回の寄付を決めました。まさにボートレーサーとして誇り高い選手ですよね。いかがでしたか。今回はボートレーサーの賞金の使い道についてご紹介しました。家や車にお金をかけている選手もいましたが、多額の寄付を行っている選手も多くいました。趣味に使うにしても寄付に使うにしても、厳しい競争を戦って勝ち抜いてきた選手たちだからこそこれだけのお金が動かせるのでしょう。これからもボートレーサーの活躍を応援しつつ、プライベートにも注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録
高評価もぜひお願いいたします。それではまた。